はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時を回りました。2月は14日のまったりとした午後でございまして、日が照ってましてね、今日は暖かいですね。この暖房なしで20度ございます。千代田区は何度か知りませんけど、まあかなり温度は高く低くないという感じですね。日経平均は今マイナス224と少し戻しましたかね、222になりました。はい、まあちょい下げ状態でございます。日経平均は150に乗せたまんまですね。動きは鈍いですね。4.48というところです。香港ハンセンはプラス2点じましたね、 43.63 と。まあ今週上海お休みですからね。昨日のニューヨーク下がってるんですね、マイナス524と。はい、金がなぜか安い2005というところですね。はい、さてドルウォンでございまして、金安い、ドル高い、ウォンも安いですね。ウォンも安いはずですけども、1336。まあ日中ですからね、頑張ってるんでしょうか。はい、本題行きましょう。ロシアの話でございまして、フォーブスジャパンですね、にこれはですね、昨日13日出た記事ですね。殺人犯を釈放し、政治犯を遠く、ソビエト時代に逆戻りするロシアということで、これはスタート・アンダーソンさん、コントリビューターという肩書きですね。コントリビューターって、まあ、寄稿者ということですか。ちょっと読みますと、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は死と破壊をもたらし、ロシアの人権はソビエト連邦崩壊後の最低水準まで落ち込んでいる。軍事侵攻に加え、同国のウラジーミル・プーチン大統領が権力を握り続けていることも、ロシアの将来を不透明にしている。ロシア政府はウクライナ侵攻に批判的な人々を起訴し、長期刑を言い渡している。多くの国民は、ロシアが人権を尊重する正常な民主主義国家になるという希望を失っている。まあそうでしょう。あんたらが選んだプーチンが暴れ回ってるんやということですね。人権保護団体米フリーダムハウスはプーチン政権下のロシアを次のように描いている。忠実な治安部隊、従属的な同司法、統制された報道環境、与党と融通の利く野党派閥で構成される議会によって、ロシア大統領府クレムリンは選挙を操作し、真の反対意見を押さえつけている。ロシアは2022年2月にウクライナに侵攻し、政府は国内の反対意見を鎮圧するため、個人の権利や自由をこれまで以上に抑圧していると。まあそうでしょうね。現代のロシアの不穏な真実は最近の複数の事例から浮かび上がってくる。ロシア政府は政権やウクライナ侵攻に批判的な個人より殺人犯を寛大に扱っているのだ。元警察官のセルゲイ・ハジクルバノフは2014年、ロシア独立系紙ノーバヤ・ガゼータの記者アンナ・ポリトコフスクヤを殺害した罪で懲役20年の判決を受けたポリトコフスカヤは、あれ、旦那ですかね、同じ名前ということ。ロシア南部チェチェン共和国の汚職や戦争犯罪を暴く記事を執筆していた。バジクルバノフ受刑者はウクライナでの戦闘に参加するため刑務所から釈放され、大統領恩恵を受けた。ちゃうか。殺された人がですね、戦争犯罪を暴く記事を書いていて、それを元警察官が殺して、で刑務所に入っていたんだけども、大統領恩赦で出てきてウクライナで戦ったということですね。これは特殊な事例ではない。米
CBS ニュースはロシアでは最近凶悪犯罪事件でもで有罪判決を受けた殺人犯が戦争の最前線で従軍した場合、刑期のほんの一部しか服役しないにもかかわらず釈放された事例が複数報じられていると伝えていると。まあ以下続きます。殺人犯はですね、従軍や軍隊に入ることをですね条件に刑務所から出してもらって、で前線に赴いて、で一定数働いて、ほんで恩赦ということになると。で一方ですね、政府に対してですね、あれですね、こう批判的な言論をですね出したジャーナリストは逮捕されてですね、投獄されているというのが今のロシアの現状で、これはソビエト時代に逆戻りしたのと同じじゃないかというのがこの記事の趣旨でございまして、あのね、まあその通りでそういうことになってるんやろうなと思うんですけど、ロシアの人たちってね、これに対してなんていうのかな、ものすごくこうおかしいとは思わない人が多いんですね。まあ洗脳されているといえばそれまでなんですけども、そのロシアってね、こう国ができてから、まあ1000年ぐらいしかないんですけど、あの国の歴史というのは、あの1000年ぐらいの中でですね、一度としてこの民政、人民というか国民の福利を目指した政権がなかったんですね。今まで一回もないです。一回もないです。すべて政権の都合というですね、政権にとって都合のいいように、政治をしてきただけであって、国民が富に栄えるというところを目指した政権は一つもないわけなんです。しかも民主主義のですね、経験もほぼないんですね。ソビエト連邦が崩壊したのは1991年でして、その後一瞬エリツィンの時代にですね、民主主義っぽいですね、こう選挙をやっていたことは事実です。でもプーチンの時代になってからはですね、もうほぼですねなくなりました。それでもですね、ロシアの人たちはですね、そんなに怒らないんです。その弱っちい政権よりも強い政権がですね、ロシアの誇りを守ってほしいと、まあ、ロシア人は単純にそういう考えでいるわけですね。ロシアは偉大な国であると。あのロシア人何人かとねお話したことあるんですけど、あの91年のですね、ソビエトが崩壊してから、それまではロシアとアメリカは世界のこう対立する二極だったわけですね。それがロシアという国は今やですね、あの人口4000万の韓国にも劣る経済的な弱小弱い国になっているわけです。で弱い国になってしまったということをですね、ロシア人たちってあんまりこう自覚したくないんですね。誇り高いんですよ。一度は世界の覇を競ったというところのね、変なプライドだけはある連中なんですね。ですから弱っちいロシアよりもですね、少々自分たちの自由がなくてもですね、強いロシアを望むわけです。だからプーチンみたいなですね、強いロシアを体現してくれる指導者にはですね、多少変なことがあってもですね、OK やんというふうに考えてしまうのがロシアであるというような解説をよく読みます。まあ多分そうだろうなという気がしますよ。ロシア人の喋っていてもそう思いますもん。俺たちはロシアやっていう感じだったらそう。貧しくともね、力なくともロシアなんやと。ということですね。まあ、ある意味面倒くさい連中ですね。で、あの経済規模は本当にね、今の韓国ぐらいなんですよ。つまりですね、韓国の人口って5100万なんですね。ロシアの人口ってまあその3倍弱はいるんです。つまりですね、1人当たりの GDP はですね、韓国の3分の1ぐらい。つまりですね、その1人当たり1万ドル前後ですね、いわゆる中心国なんですね。で中心国の罠に陥って全然経済発展しないんですけども、ロシアにはですね、ありとあらゆる資源があるんですよ。まあまあちょっと語弊がありますけど、まあ一番はエネルギーですね。あの資源があるからですね、ロシア人っていうのはですね、そんなにあくせく働かなくても何とか食えるんですね。それがまた社会の発展を妨げてるわけです。ロシアという国はそのエネルギー関連とですね、軍需産業と宇宙産業がですね、世界のトップクラスであって、他は全然なんてことない。あの民生品ですらですね、自国生産をあんまりしないというあれですね、国でして、で行政機能もですね、治安機能もですね、もうまあ完全に麻痺してるんで、そのあたりマフィアが代行してるわけですね。まあ言うてるよりはむちゃくちゃな国ですよ。むちゃくちゃな国
が戦争をやっていてですね、あれ不思議ですね。あのきちんと兵器を生産してですね、前線に送り出していてですね、西側が束になってウクライナを援助しているにもかかわらずですね、崩れないんですよね。不思議なことでございまして、まあロシア人の根性でしょうね。まあでもですね、政治体制がものすごく脆弱であることには変わりないわけであって、これはいつか崩れるんちゃうやろかなと。あのプーチンがロシア国民を食わせられなくなった時に崩れるんちゃうかなという気がします。でその今の体制、プーチンの体制がですね、良しとしているロシア人が半分以上でありますけども、かなりの部分のロシア人もそれを良しとしていない場合があります。ですのでクーデターめいたような、あるいは暗殺めいたようなことも今後起こる可能性はあるとは思いますけどね。はい、ということでこのフォーブスジャパンのアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。